徳川家春は江戸幕府の第十代将軍である。父は第九代将軍、徳川家重。母は側室、お幸の方。原文2年5月22日、江戸城西の丸に生まれる。幼名は竹千代。幼少時より、その聡明さから第八代将軍であった祖父、吉宗の期待を一心に受け長愛されて育った。吉宗は死亡するまで家春に、 直接の教育、指導を行った。それは、言語不明瞭だった家重に伝授できなかった、帝王学の類を教えるためでもあった。家春は文武に明るかったが、これも吉宗の影響が非常に大きい。官方元元8月、元服して、県大納言に助任する。法暦4年12月に、官員の宮正仁人志新の娘、智子女王と結婚した。 法暦十年五月三日、父の隠居により、徳川宗家の家督を相続し、九月二日には、正式に、将軍宣言を受けて、第十代将軍職を継承し、正任意内大臣に召助する。父の遺言に従い、田沼沖継を、側用人に徴用し、老中、松平武本らと共に政治に励んだ。しかし松平武本が死亡すると、 田沼を老中に任命し幕政を任せ、次第に自らは将棋などの趣味に没頭することが多くなった。田沼は、陰馬沼、手賀沼間宅を実施し、江戸地開発や対ロシア貿易を計画する。安永8年家春の生死、徳川家元が18歳で急死したため、天命元年に、一橋家当主、徳川春貞の長男、豊千代を自分の養子とした。 天命6年8月25日に死亡。去年50。死因は、活化け心と推定されている。高貴な人の死は1ヶ月ほど被されるのが通例だが、その間に反田沼派の作望により、田沼沖継が失脚。また、沖継が勧めた医師の薬を飲んだ後に、家春が既得に陥ったため、田沼が毒を持ったのではないかという噂が流れた。墓所は、 東京都台東区上野の関理栄事。学は家臣に任せ、趣味に没頭していたため安君無能扱いされることも多い。しかしその趣味の分野では、高い能力を示している。そのため、将軍として主体的に権力の行使を行わなかったことについて、ただ単にやる気がなかっただけとする説もある。一方、田沼意次を徴用したこと自体が英断であるとして、 高く評価する意見もある。ごきつくが大胆な重症主義政策を推進し得たのも、家春の講演あってのことであり、前述の通り、家春の死によって、田沼は失脚する。暗君という評価は、田沼に対する悪評価とワンセットのものであり、その田沼に対する評価が大幅に改められた現在においても、家春に対する評価はまだまだ過去の暗君説を引き継いでいるのが現状である。 ありがとうございます。